広田レオナさんが吹越充さんと離婚したことが話題ですが、二人の関係は非常に興味深いものがあります。また、広田レオナさんにバイセクシャルの噂が、広田レオナさんの娘の咲夜さん、息子のマークこと広田正広さん、また経歴などウィキプロフィールと共に調べてみました。広田レオナさんのプロフィール、名前広田レオナ、広田レオナ。本名吹越組、旧姓広田。出身地、北海道札幌市。生年月日、1963年3月7日。年齢、54歳、執筆時、身長、160センチメートル。体重、45キログラム。3サイズ、90-58-86。カップサイズ、I、本人欄。血液型、O 型、学歴卒業、現職監督、俳優、所属事務所ジュデコン。広田レオナさんは1963年北海道札幌市生まれ。幼少期からバレエの英才教育を受け、15歳でベルギー王立芸術学院に合格し、モーリス・ベジャール氏に師事します。バレリーナとして将来を嘱望されていましたが、18歳の時、振付モナカの事故により腰を壊し、プリマを断念し、帰国。19歳の時に映画のオーディションに合格し、大丈夫マイフレンドでデビュー。以後、数多くのドラマ、映画に出演し、個性派女優として活躍。一方、2000年に初監督作品、ドラッグガーデンを発表し、2015年に、お江戸のキャンディーを公開。以後は監督業を中心に裏方に方向転換しています。2017年に、お江戸のキャンディー2を公開し、話題になりました。広田レオナさんがバイセクシャル、広田レオナさんをヤフーで検索すると、バイセクシャル、なんて関連ワードが出てきます。バイセクシャルの打ち間違いでしょうか？調べてみると、結構多い間違いみたいですね。広田レオナさんについてですが、どうやら2017年7月17日のアウトデラックスに出演した時に、ご自身の恋愛遍歴について語っており、その時に、バイセクシャル、という言葉が出たようですね。広田レオナさんは15歳の時からベルギーに留学し、16歳でイタリア人のゲイの男性と交際。もちろん何もなかったそうですが、別れた現在も友人として関係は続き、毎年の年明けに電話をくれるのだそうです。そして、次に付き合ったのが、バイセクシャルの女性だったとのことです。女性と交際経験があるということは、広田レオナさんもバイセクシャルということなのでしょうか。ただ、同性愛者がそれを隠して異性と交際するということはままあることのようです。ですので、逆に異性愛者が同性と交際するということがあっても不思議ではありません。実際、広田レオナさんは、自身の交際や結婚について、しつこく好きだと迫られると断れないと明かしています。その究極が吹越充さんだそうで、そんなに、泣くほど、心臓が痛くなるほど好きなんだ。じゃあ結婚しよっか、という感じで結婚に至ったのだそうです。バイセクシャルの女性と付き合ったというのも、向こうからしつこく迫られておれた、ということなのでしょうかね。それにしても、恋愛に関してこれほど許容範囲が広いというのは驚きです。広田レオナさんは、性別を問わず、そもそもあまり他人に恋愛感情を持たない性格に見受けられますが、だからこそこういったことができるのかもしれませんね。広田レオナさんの結婚、旦那、子供、衝撃的な離婚や再婚理由については次のページで。広田レオナさんの結婚、旦那、子供、広田レオナさんの最初の結婚相手は医大生、後司会、でした。1988年4月に第一子となる長男、正広さんを出産し、結婚3年目に離婚。その後、
1994年12月24日に俳優の吹越充さんと結婚し、長女、朔也さんが誕生しますが、2005年12月12日に離婚。廣田レオナさんが二人の子供を引き取りますが、2012年に吹越充さんと復縁し、再婚。2015年には夫婦で芸能エージェント会社ジュレコンを設立し、廣田レオナさんが代表を務めます。なお、吹越充さんとの1回目の結婚の際には、長男の正弘さんの改姓を避けるために、吹越充さんの方が廣田姓になりました。しかし、2回目はすでに正弘さんが成人していたこともあり、廣田レオナさんの方が吹越姓になりました。廣田レオナさんと吹越充さんの再婚、離婚理由が衝撃的。吹越充さんとの再婚について、廣田レオナさんは、娘が進学するのに夫婦であった方が望ましいと思ったのと、事務所を立ち上げるのに都合が良かった。と述べています。その後、2016年12月に再び離婚。そもそも、廣田レオナさんにとっては、この再婚は上に述べたような実利的な理由からに過ぎず、離婚は最初から予定されていたことなのだそうです。なお、廣田レオナさんは、この離婚について、常識では考えられないような変わり者ってことで、許してもらえないでしょうか。と笑いながらコメントしています。とはいえ、離婚後も吹越充さんはジュレコンに所属しており、決定的に関係が壊れたというわけでもないようです。廣田レオナさんも確かに変わり者ですが、それを受け入れて愛し続ける吹越充さんも負けず劣らず変わり者なのかもしれません。廣田レオナさんの息子と娘については次のページで、廣田レオナさんの息子。廣田レオナさんの息子さんは廣田雅弘さんと言います。廣田雅弘さんは1988年生まれ。幼い頃から廣田レオナさんに、マークと呼ばれており、スタッフたちからも、マークと呼ばれ、可愛がられたのだそうです。学校は慶応義塾中等部、慶応義塾高等学校を経て、慶応義塾大学へ進学しています。2000年に母親の廣田レオナさんが監督した映画ドラッグガーデンに出演。後に、幼少期の愛称である、マーク、名義で正式に俳優デビュー。2005年の映画、空中庭園、京橋公役で、2006年にはドラマ、マイ、モスマイ、ヒーロー、に諏訪部祐樹役として出演。2010年には映画、星の降る丘に出演しています。俳優を目指した理由は、母親の廣田レオナさんと、育ての父親である吹越充さんの仕事をしている姿を見て、尊敬して憧れを持つようになったことから。現在は映画の裏方としての修行を積んでいるとのことです。母親の廣田レオナさんもなさっている映画監督を目指しているのかもしれませんね。廣田レオナさんの娘。廣田レオナさんと吹越充さんの娘さんは朔也さんと言います。朔也さんは2004年4月生まれ。朔也さんも、兄の廣田雅弘さんと同じく、名門中学校に進学しています。イニシャルで、SJ、という中学なのだそうです。名門の、SJ、中学と言って思いつくのは、昭栄女子学院、品川女子学院、成城中学校、成新女子学院、などです。なお、廣田レオナさんと吹越充さんの2度目の再婚は、朔也さんの中学の入学条件として、両親が揃っていること、というものがあり、そのためのものだったのだそうです。こういう条件を設けるところからも、かなりの名門お嬢様学校であることは間違いなさそうですね。以上、廣田レオナさんについて。